俺らチェックインしてない準備完了ですこれ苦笑いだろ、もう楽しかったよな俺らムチ振りながら署名したんでかなり10位内怪しいないけますよセキューありゃーうわーこれだよしボーった昨日ミキサーみたいなスムージースムーサーってやつ買ったんだけどさ、ああコンビニあるブロッコリーとかほうれん草とか入れまくってさ、ああポチってつけてやったらさ、ああくっそまずかったまずいだろうなマジ野菜とんねえからな野菜ねえ、だって野菜出てくるっしょ？出てくるね。何が出る？そう、晩飯に野菜が出るって話。なるほどね。いいな。毎日食いに来る？晩飯。今日は何すか？つって。献立表お願いします。献立表。ギリタル謎のおじさん。今日もあのおじさん来てるよって言われるかも。ギアさん、俺が高い高いしても天井ぶつかりそうになるからギアさんがやったらもう天井突き刺さるだろうな。まあでも昨日と同じ立ち回りでまた毎回10位まで残るとマジでいいね。あそこまで行ければもう確かに。まもなくまもなくはチェイチェイを開始しますってチャット来てる。始まった。始まったんだけど。火力。おお。え、リプリケートない。本当だ。え？仕切り直して。仕切り直して。本番だけレプリケートないのと誰か落ちてくれ練習はずっとあったのになんだよ俺ら一回もなかったことなかったやんねそんなんなんだつまいうわーそれくさこれいろいろ不良のあれが起こったな俺たちに足りなかったもの回復とさらにゆっくりいくこといやレプリケーターがなかったレプリケーターと回復とアンチュンランドマークも俺今スキャンできてない来てる来てる来てる成長ちょっと入ってないなこっち来てるよめっちゃ上手いじゃんこれ当てるのいるあれのいる俺の入り口止まってるバッタ入れてほしい入れてほしいやばい俺外俺外これ俺なんでないであれも目の前だいやマジかごめんうわあ23ダメージあったんでねゼロですやっぱこれねセリチーム来たないやこれガンニーだったよセリチームは昨日セリチームいなかったからさそうねここもイレギュラーかこれもイレギュラーかイレギュラーが起こり続けるゼロかこれやばい俺たち哀愁漂ってるから今、うん、切ない切なさ言われてるね切ないって切ないね天月さんも言ってる多分切ない天月くん昨日超応援してくれてたんだよなめっちゃいい感じっすってこれマジで皆さん毎回上位残ってるんでチャンピオン取れたらこれマジでいけるっすって超応援しますってありがとうございます俺絶対勝ちますって送ったんだけどあ今んとこはそう最速やね見てくれてるかなあ証明しようかな時間計っといてあげるよ本当に、うん、俺も行きたいトイレじゃああと10秒で始めます10、9、8、7、6、5、4、3、2、1 GO! ハ音やばすぎだろさあ行ってまいりましたトイレ選手権スパイギア VS スタイリッシュヌーブ失礼関裕太さあ一体どちらが勝つのでしょうかと言っている間に18秒19秒、そして20秒が経過しました、最速はだいたい1分ほどということはあと40秒ほどで帰ってくる今30秒経過まだ姿も音も聞こえない。さあ次に入ってくる音はどちらの音なのかどちらの音が入るのか40秒を経過しようとしています40秒経過。音が鳴ったこのマイクは関裕太やめという声とともに、はい、戻りました2:45秒記録。1。危ねえ、間に合ったか。ああ紙一重だったな。量が多かったです。量が多かった。まあ関裕太は量が多かったという言葉を残し45秒。敗北。敗北な俺。負けです。はい敗北。スパイギアは39秒でした。マジ？はい。なんかでもなんかだいぶ今リラックス
リラックスできた？一瞬待って超リラックスできた。いやいいねこのマッチリザルト、この哀愁漂うマッチリザルト。俺たち青いぜとか。俺たち白アーマー。全部笑っとるで。笑ってら。白アーマーですよ。これ苦笑いだろもう。今俺こんな感じ、こんな顔してる。へへ。へへって顔だ。最強ピ。エカル巻いてる。やべ、うわで抜けれんかったよ最悪。うわガスやべ、ガスやべ、広い範囲広すぎるな。ですね。あのそうですね。そうやな。ここまで残れたらな。そうだな。早くこれになりたいな。これになりたかったな。ああ楽しそう。楽しそうやな。ああ楽しそう。いや昨日のスクリーム最後に話したの覚えてんだよな。楽しかったよなって。今日のスクリーム超楽しかったな。本番頑張ろうぜ。楽しかったよな。楽しかったよな俺ら。早い。俺ら楽しんでたよな。楽しかったよな俺ら。はいちょっと一応俺もタイム測る準備しなきゃいけないんですぐ行かないでくださいね。ちょっと待って、てかさ、このチェックインの欄見てみて。チェックインの欄。チェックイン。俺らチェックインしてない。ちょっと待って。じゃあ今言ってみて、関裕太チーム準備完了ってチャットしてみて。俺らそもそもチェックインしてない。関裕太チーム準備完了です。20時に準備完了。本日20時。チェックインしなきゃいけないの17時なんだよな。なんかマークついてないけど、マーク誤りマークついてない。みんなチェックボス、チェックマークなのに。マンブーイン来た。なんだこれ、土下座マークだ。運営から土下座マーク、土下座マーク来た。揃ってはいたんですけどね、みんな VC で。俺がチェックマークつけてこわ。ようやく揃ったか、ようやくチェックインできた、ようやくチェックインできたな俺ら。20時チェックインして、前代未聞だろ。終わってるわマジで。ルール違反で今でも試合無効になっちゃうかもしれない俺たちの。ああ、ここまで頑張ったのに俺らな。あ、俺らがチェックインしなかったから最初からやり直しね。60人全員そのままで何度でもやり直しするからねって昨日事実や。何回でもやり直しするからねって。準備できてなかったんだが。できてませんでした。準備できてませんでしたが。もう一回やらせんです。もう一回やりませんか。もう一回やらせてください。もう一回やらせてください。よいしょ、おしっこしようかな。あ、じゃあ30秒待って。なんその30秒。いや俺のあの配信マネージャーの配信時間のセッションで見て。オッケー。ちなみにさっき俺急ぎすぎてズボン濡れた。来たね。3分前の配信上では笑顔を見せています。さあ10秒前。9、8、7、6、5、4、3、2、1。今ゲートが開きました。さあ音、颯爽に音とともに関羽と向かう。先ほどの記録は45秒です。今おそらくズボンを下げている頃、さあパンツを下げてモーションに入っているはずだ。さあまだ20秒しか経っていない。20秒経過していく。さあそろそろ第3コーナー、第4コーナーといったところか。今おそらく振っているところ。30秒経過。あ、先ほどの記録まで残り15秒、残りの15秒、これ超えるか。やばいという声とともに、これはズボンが濡れてしまった。40秒経過、あと4秒。3、2、1。あ、あと45秒経過してしまった。あ、慌ただしい音とともに帰ってくるが、もうこれは虚しいごとゴールイン。52秒。ちょっと今回量がやばかったっすね。800ミリリットルぐらい出た。出すぎだろ。尿道ぶっ壊れるわ。多分量やばいんだよ俺。あのやべえって言ったのは何がやばかったの？量がやばい。量がやべえ。あ、じゃあ。量がまだ出続ける正面を眺めながらやべえって言ったの。ふんまりながらこれ終わんねえなっつって。じゃあ記録は残念ながらね、45秒から52秒に。というね、7秒落ちてしまう結果になりましたが、どうでしょうか気持ちは。はい、まあレースの方では負けましたが、シエルカップ本番はここからチャンピオンズ取っていきたいと思います。お、素晴らしいコメント、力強いコメントいただきましてありがとうございました。ぽいぽい。まだ始まんないよね。まだじゃない、正面してもいいよ。行くか。行くらしい。シャカ君測る来たよ俺。じゃあとレコータイム45秒。さあ次なる挑戦者高橋系、残り15秒といったところ。さあ残り10秒。高橋ゲートイン、残り5、6、5、4、3、2、
1。さあ、ゲートが開きました。パー。ああ、どすどすという音。関裕太とはまた違った。一見、少し足取り重そうな、ゆっくりとした足取り。足取りの重さで、関裕太の45秒を超えることができるのか。今、トイレに入ったところでしょうか。20秒が経過。20秒が経過しています。少し身長が大きくて、うまくズボンが下がらない。ズボンが下がらない。何で見えてんだ。あ、35秒、残り10秒、残り10秒、今ズボンを上げていなければ間に合わないと、おっと、あ、38秒、38秒、素晴らしい。これは関裕太敗北。絶対嘘だよ。いやー、ちょっと目測 何ミリリットルぐらい出てましたか。関裕太自己申告800ミリリットルでしたけれども、まあ500は硬いかなって感じだったんですけど、500を出して30何秒だった今。 38勝だったよ。もう僕やっぱね、ちょっと直線入る前にムチ打ったんで、あー、足取りの重さとは裏腹に、もうムチ、ムチ振りながら署名したんで、遠心力でも振り出すんだ、もう振ってペットボトルの水とか早め出すときって振りながら出すじゃないですか。あ、出すね、あれの容量っすね。これ絶対嘘ついてる、レギュレーション違反これ。あー、信じられない、現実を受け入れられない関裕太。ドーピングチェック。確かにな、振って出るってことはなんかちょっと構造がおかしいかもな。ションベンの速さの CR カップがあったら俺はいいとこいけんじゃない。いや俺遅い、無理、量多すぎてそっか、俺マジで量多いと思うんだよな。みんな声出しとくわ。よっしゃ、よっしゃ、一時帰国チームゲートインしましたやめろそのふぬけの声こんな感じじゃないのこんな感じじゃないの、知らんけど、なんでみんなそういう感じなの。みんな一時帰国チーム今ゲートイン高岡で手荷物検査に引っかかり入国できませんでした中学生かよなんで手荷物検査って真ん中の方でやってるな。ここのどこで守ればいいの。真ん中でやってる、真ん中でやってる。はい、オッケー、こっち来てね、ゴンドラで上がってくる、上がってくる、上がってる、上がってる、一人上がってる、ジムジムジム、2回ナイス。ナイス。ストローク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 。これ玉君の注意。来てる来てる。よっしゃ。終わり終わり。ナイスナイス。やったぞ。マジナイス。やったぞ。ナイス。いいのいいの。ナイスマジナイス。俺17ダメージしか出してないんだけど。マジでみんなナイス。あ、つぶれてる。うわー、これやばい。いやー無理だ。終わった。するしかなかったかこれは。うわ先に動物飼ってても飛ぶ気だったのか。でも俺たち順位上がった気がする。ニルさんのとこ倒したから15位ぐらいになったやろ。多分上がってると思うよ。最後にチャンピオン取れたらどこまでいけんの。まあ、例えばじゃあまあ最低で3キルだとするじゃん、うん、3キルチャンピオンだとしたら15ポイントでしょ、うん、いやそれでもかなり10位内怪しいなあれそうか、確かにもうほっ来た、結果連絡。えっ、え、あ、あれ？あ、あれ？いやいやいや、でもこれはもうここで決まるってことですよ。決まりますね。でしょ？はい。1位とのポイント差は44。44。何をどうあがいても。行くか。いやこれね、完結来たらねチャンピオンいけますよ。何？完結来たら。完結来たらチャンピオンいけますよ。完結来なかったら？いけますよいけますよいや僕らだってね、これだけ大会出てきたじゃないですか、はい、その集大成ですよ、このまま最下位で終わるなんてことさすがにね、もうここでビシッとチャンピオン取るのはやっぱ、まあ、これだけやってきた人間でしょ、締めですよね、そう、はい、示しがつかんすよ、ここでビシッとチャンピオン取っとくんですよ。しゃ、うん、締めますか。じゃあ血がつきませんよ。だってにね、十何年 FPS やってきてませんよ。あ、確かに。ちょっと待って、いる10秒かい。作ってるわ、くんじゃねえすか。あー、ガチョコチアンチョンだね。あー、これじゃあ1分動かないわ、この人たち。どこ行った、見える。うわうわ、ちょっと待って、俺の目の前いる。目の前か、やべ、死んだ俺。いや、どうも俺、あれなんだけど、アンチ死んだ、ここ。おいおい、金山だ。はい、自分だ。おこすわ、おさえ。これ多分吹かされてるよな、敵の目。いや、来ると思う、来ると思う。ただある、ただある。やべ、当たんねえ。うわ、マジか。ナイス。左、左、左。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。アンチダメージが、アンチダメージが、すげえ。
マリアー！マリアー！マジか！俺たちの最後これだろし。ナイスダウン取ったぞ。やるな、セギ。やるな、セギ。もうお前が優勝だ。俺たちの CR カップ終わった。やべえ、ダルジャスクズハも終わった。仲間だ。ありがとうございました、CR カップさん。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。感動した。お世話になりました。本当にありがとうございました。最後の CR カップ、最下位という唯一無二の称号を手に入れたな。すげえよ、最下位。最後どこのチームが勝つかでダービーしようぜ。俺はセリーだと思うな。おお、まあ、確かに勝ってほしいな。うん、まあ俺らを倒したんだからな。俺らを倒したんだからなって多分ロボーの石ぐらいにしか思われてませんよ。なんかいたなって。そう、なんかいたな。なんか今もう持ってない。なんか足に当たったなぐらい。これたちを倒したんだからよ。なんかライバル面。この俺たちを平等で見てるけど全然平等じゃないよ。しかも CR カップってさ、確か20位って商品なくて19位とかじゃなかったっけ？うん、じゃあ俺たち本当に何もエキストラ、ポイントも商品もお情けもないってこと俺たち。辛すぎるよそんなの。俺たち。何もないのか。まあ最下位だからね。ションベンダービーしてキャッキャしてただけ。ションベンダービーしてキャッキャ。ケタケタ笑ってた。まあそりゃねえよな。やばいやばい。うわー、わー勝ったー。ついよ。これいったんじゃね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。マジ楽しかったよ。俺楽しかった。まあ、すごい楽しかった。やっぱ最後の手応えが良かったね、スクリームの。ああ、そうだね。今日は、手応え感じでピークだったよね。今日はマジで俺ワンチャンあると思って来ました。俺もワンチャンあると思って来ました。その気持ちで挑めたのが嬉しいです。そうですね。これ勝てるかもと思って、一回でもチャンピオン取れば勝てるかもって俺、妻に話してました。いや今日順位良くてさ、足一回良かったら勝てるかもしれないって妻に話しました。結果20位一時記録ゼロ、今回ね20位ゼロ切るか最後のラウンドは、はい、合計得点4、4、再開確定です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったですよ。楽しかったです。楽しかった。ね、本当に楽しかった。